はじめまして、小野と申します。今日は、このような席にお招きいただいてどうもありがとうございます。かなり多くの方に来ていただいて嬉しいです。ですね、最初に言おうと思ってます。このバクの字間違ってること言われましたけど、このね、恐れというのは間違いなんですね。全員内部被爆してますから。だからこれを見るとちょっと認識が甘いなと、失礼ですけど私は思いますね。じゃあ、電気消していただいてよろしいでしょうか。この前の方を解くんです。 ここ消えないです。はいはいはい、すいません、あんまり消すと 寝ちゃうかもしれない。ですね、本日の内容なんですけど、まず私がなんでこんなところでこんな話をしているのかね、わからないとあれですので。で、内部被爆のことって言いましたけれども、内部被爆のことはね、数学で言うと積分の話なんです。まずね、足し算から知らないといけない。だから福島のまず原発の原理ね、原発をなんで電力を一生懸命やってるのか、で福島事故がどういうふうにして汚染して、どのように汚染したのか、で奇形動植物をやって、一応基礎的な知識を持った上にですね、内部被爆とその影響と除染とか瓦礫問題ね、今北九州で一生懸命燃やして、もう皆さん内部被爆してるんですけど、そのことをして、あと最後に我々はこれから何をどうするべきかということについてお話しする。まず私の経歴なんですけど、私は広島の生まれなんですね。実は母の実家は広島でした。だから1964年に広島で生まれてですね、育ったのは宮崎なんですけれども、いつも春夏冬の休みはですね、祖母っていうか母の実家にですね、必ずいて、いつも広島原爆の投下のですねサイレンは聞いてたんですよね。で、犯罪の医学部現役の時は受験失敗して東京の駿台で浪人して、その後ですね、東大のリーチに入って、1988年のバブルの絶頂期の時にですね、東大工学部の精密機械工学科を卒業しました。でこの時はちょうどバブルの絶頂期って、今なら分かりますけど、当時は円高不況と言われてたんですよね。私の年代の方おられると思うんですけど、そんなにね景気のいい話をしてなかったんですよね、実はね。円高で企業が潰れる。でこの時にいろいろ考えて、円高でも潰れないようなね安全なところがいいだろうと思って、公益事業、円高になると儲かりますからね、で潰れないということで東電に入社しました。で精密機械工学っていうのは機械系なので、機械系が電力会社に入社すると、水力か火力か原子力を選びなさいと、その3択なんですね。だから配電とかはないんです、営業所とかはね。だから私は上に2人先輩が行ってたんですけど、2人とも原子力に行ってたので、原子力を希望して福島第二原子力発電所の方に配属になりました。で福島第二原子力発電所っていうのは今回一応大丈夫だったんですけど、今回起きたのは第一の古い方ですね。私は新しい方だったんです。で1993年29歳の時に本店の原子力技術科の安全グループというところに、ごめんなさい、ちょっと一つです。これが私なんですけどね、ちょっと遅い運転なんですよ。これ原発の制御盤の中です。こっちが1号機、こっち側に2号機があったんですけど、そこでこれ研修者、新入社員のね腕章してるんです、これね。で本店の原子力技術科の安全グループに行きました。でこの時のですね上司がね、これが武藤さんっていう副社長、事故当時の副社長で、よく最初の方はテレビに出てたかじりついて見てた方、顔見たかもしれません。この人は課長だったんですね。でこの人もやつれた顔してますけど、高橋武って言って、今一応福島第一原発の所長なんですね。でこの人が副長で私の上司だった。あともう一人、T さんという人がいて、 3人ね、副長の下にグループ3人と、あと課長でいろいろやってました。でシビアアクシデント対策とかですね、全部やってたことなんですよ、私がね。改めます。で、1995年に阪神大震災が起きて、でオウム真理教事件がその3月に起きたんですね。95年というのは激動の年で、多分もう皆さん全部生まれてるから、いつどこで何してたか全員分かると思うんですけど、その年に辞めました。で、その後熊谷医学部の第二内科、血液腫瘍内科、だからがんとか白血病とかも一応やったんですけど、研修医とかいやいやながらね。で今熊本市で開業してます。医者になって10年目ですね。
でまず原発の原理なんですけど、原子力発電所っていうとなんか特に女性の方とかなんかとんでもなくね高度なことをやってると思ってるのかもしれません。要は湯沸かし器なんですね。ここに燃料、原子燃料があって、これが熱を出すことによって蒸気を出すと。でその蒸気でタービンと言われる羽車を回して、そしてここでこう冷やしてね、水に戻して原子炉に戻してあげるわけです。で冷やすために冷却水が必要なので、冷却水っていうのはですね、日本海外の場合は大きな河川があるので川沿いに作ったりすることもありますけど、日本の場合は大きな河川はないんですね。だから海水を取るために必ず全ての原子力発電所は海に面しています。例外はありません、これはね。で海水が大体7度ぐらい上がるわけですけど、そうやってここでね見ていただきたいんですけどもね、ここ水と蒸気が接してますでしょ。こういうのを、理科の先生おられると思うんですけど、飽和蒸気って言ってですね、非常に湿った蒸気なんです。だから湿った蒸気でタービンっていうのを回すとものすごく効率が悪いんです。どのくらい効率が悪いかというとね、100万キロワットの発熱を電気を作るのはですね、排熱が、原発の排熱はねこれだけ200万キロワット、海を温めてるわけですね、結局ね、排熱だから何もしない。で火力はどうかというと、火力は蒸気になった後にさらに空だけ、だから例えばフライパンで料理しますね、フライパンで料理するときに水がジュクジュクなったまんまで出来上がりっていうのは原子力なんです。で火力の場合はカラッと揚げますね、だんだん野菜炒めてね、その状態が火力なんです。だから火力はまあまあ、効率がいいわけです。でようやくこれだけの電気を作るのに原発はもう2倍のね排熱を出してる。でさらにですね、 LNG とかのコンバインドサイクルっていうのになると 58% なんです。だから LNG の排熱と原発の排熱を比べると約ね3倍の排熱をしてるんです、同じ電気を作るのにね。だから海温め装置なんです、原発で。核分裂反応っていうので、熱を作ってるんですけど、核分裂反応っていうのは中性子がウラン235っていうのに大部分ですよ当たって2つに割れるわけです。で割れる時に核分裂生成物というのが2つ起きて、その時に中性子も出るんですけど熱エネルギーが出てこれで燃やしてる。で核分裂生成物っていうのは分裂なんですよ、これね、核分裂、核は分裂する。そうするとこれ235ですね。で今一番問題になってるっていうのはセシウム137ですよね。そうすると137がここだとすると235から137を引いてみてください。だいたい90ぐらいになるんですね。だから137前後のやつと90ぐらいのやつは1対1で出てるんですよ。だから核分裂してセシウム137が出てきたということは90ぐらいの、例えばストロンチウム90とかもほぼ同量出てるんですよ。出てないわけじゃないんです、ね、片側出てないでしょ。131とかね、要素のね、セシウム137、セシウム134は出てるけど、90前後の各種の話が全然出てないはずですよ。ストロンチウム90なんです、ほとんどね、多分そんなのが全然出てないから全部隠してるわけです、政府。でゆっくり爆発させるのが原発で、一挙にドンっていうのが原爆なんです。だけど原理も生成物も何もかも同じなんです。もちろんちょっと生成のね割合は違いますけど、原理は一緒なんですよね。だからフランス24の広告なんですけど、原発はきれいにねクリーンエネルギーだと、 CO2 を出さないと、地球に優しいって言ってるけど、中でも原爆はボンボン爆発してるんです。で大体どのくらいかっていうと、100万キロワットの原発を1日運転すると広島型原発3発分を燃やしてると思ってる。だから多い原発は今広島原爆を6発ずつ毎日落としてるわけですよ、ね、でそのうちの2発で海温めて1発で電気にしてる、そういう業態で。核分裂生成物っていうのが できますけど、それがですねものすごい放射能を持つんです。でそれを管理しないといけない、もちろん管理しないといけないんです、放射能ね、福島みたいに外に出してはいけないんですけど、じゃあどのくらい管理したらいいかというとですね、これグラフなんですけどね、これものすごい、この辺はもう致死量ですよ。で30年から50年でもねほとんど減らない。で最初の1000年が大体大事でしょうっていうわけです。で一番最後はどこかっていうのはこのグラフの一番右がね1億年後なんです。でウラン鉱石になるのが数万年後なんですね、掘り出した状態になる。でも掘り出した状態でもイエローケーキという本とか映画を見るとね、ものすごい放射能ありますからね、人体に影響を与えるんです。で1000年後っていうと、今から1000年前っていうとですね、平安時代なんですね。で平安時代のこの中に国語の先生おられるかもしれませんけど、古文で源氏物語のテストを出したらですね、ほとんどの学生が0点取るはずなんですよね。でそのぐらい難しいんです、1000年後っていうのは、1000年経つっていうのはね、人間で今喋ってる我々の言葉が1000年後に伝わるか、
それすら疑問ですよね。大いに疑問ですよ。もう例えば今から20年前の人と話をするとですね、今我々が話していることは20万年前の人は20年前ですよ、20年前の人は分かんないですよね。流行り廃りがあって言葉だって伝わらないのにね、それ1000年後数万年後に管理しますよ。でこれおかしいんですけど、明らかに私これおかしいと思ったんですけど、さっき出した武藤さんって人ね、言ってるのどう言ってたかって言ったら、東京電力が1000年管理するって言ってるんだよって、ちゃんとね、なんでお前ら信用しない、お前らって一般の人ね、信用しないんだろうなって言ってるわけです。もう東電今潰れかかってますよね。そういう発想なんですよ全員が。で、あと原発がなんで進めるかって、産業界安いって言ってるんですよ、ね、安い割に一生懸命頑張って。例えばダイエー、その辺にありましたけど、ダイエーが昔なんで良かったかというと、価格破壊をして安かったからなんですよね。でダイエーはどういうふうに言われてたかって言ったら、ナショナルパナソニックとかねからものすごくいじめられてたわけですよ、商品を出さないとかね。で消費者が一生懸命支持したから残って、まあ、潰れちゃったけど残ったでしょ。原発に関してはね、誰が安い安いって言ってるかってね、全部政財界のたぬき親父みたいなやつばっかりなんですよ。だけど我々消費者でね、ここにいる人で、まあ、電力関係者以外を除いてね、安いから推進してくださいっていうのは一人もいないんです。みんな反対してるんです。なんでか、役所の資産がここに載ってるんですけど、原発がね一応5円ぐらいで一番安いことになってる。その後 LNG が来て石油があって、原発は一番安いからたとえ事故が来て賠償しても安いですよみたいなね、大嘘を言っていて、しかもマスコミもそれに死の子の言ってあんまり言わないんですけど、電力はね株式会社でお金計算してるんですよ、発電所単価をね。それは何とか大学の先生が計算すると安いの高いのって言ってるけど、本当電力に出させればいいんで、いくらで発電してますか。で設置許可申請書っていうのを出さないといけなくなっていてですね、原発作るとその中の1項目に発電単価は大体このぐらいですよっていうのを書けっていうことになってるんです。それを見ると、それは理想的な単価ですよ。こういうシビアアクシデント対策とかね、いろんな改良工事をしなくてもですね、これ2F1 っていうのは福島第二原発なんですけど、石油と一緒なんですよね、10円ぐらいで、日本の3号機になったら、ね、もう15円ぐらいしてるんです。そして柏崎に至ってはね、もう全部高いでしょ、石油よりはるかに高い、20円ぐらいしてるんですよ大体1キロワットアワーね。で柏崎の6号機っていう ABWR っていうのだけちょっと安くなってますけど、これはねこの分安全装置を削ったんです、削ったから安くなったんですね。高いんですよ全部、ここで発電してる原発なんか1個もないんだよそもそも。だそもそも高くて、さらに核廃棄物があって、さらに事故でしょ、話にならないんですよ私に言わせたら。でもこういう設置許可申請書では高いですよっていうことをマスコミがどっかつついてるかって言ったらね、誰も言ってないんです。あと電力会社に出させればいいでしょ、もう潰れかかってんだからね、お前のとこいくらで。だって原発のね所長の、業績を調べるために発電単価ちゃんと計算してますよね、当たり前でそんなの、民間企業なら出させないんですよ。で私がちらっと、まあこれは私が見ただけなんですけど、だいたい福島第一原発の1号機は動かせば動かせばほど黒字になってたから東電が動かしてたって言ってましたけど、あれ発電コストね15円ぐらいしてるんですよ、高いんですよ。本当はやめたかったんで東電だってね、まともな人だけど、やめると廃炉できないから動かしてただけなんですよ。でなんでそんなバカな高いのをねやってるかって言ったら、一般会社っていうのは利益は収入から必要経費を引きますね、そうすると利益になる。だから必要経費をできるだけ減らそうとする。だから従業員が20人いたら15人で同じことをできないかっていうことをやるわけですけど、電力会社は全く違ってですね、必要経費に 3% かけた利益として取っていいっていうこと。だから従業員を増やせば増やそうと電力会社は儲かるわけです、ね、宣伝すればするほど儲かる。でこれで大体分かってもらえるかって、うちの母親がね、これどうしても意味が分からんって言われたので、ちょっと考えて、総括原価のっていうのがね 3% のポイントカードだとか書いてあります、ね、主婦の方でポイントカード貯めてる方大体大半の方もら持ってると思うんですけど、売上の 3% ポイント、例えば焼き魚定食を頼むと15円のポイントですよ。でフランス料理のフリカオフォースを頼むと、まあ、5% すると500円ぐらいになるね。でポイント貯めるためにはこっち使った方がいいでしょ、もちろんね、フランス料理毎日食べてる。でも自前の給料でフランス料理ばっかり食べてたら、まあ、破産しますよね。せいぜい月に1回楽しむぐらいですよ。だけど
これは普通の会社ね。だけど電力は考え方が違うんです。支払い者っていうのが自分の懐が痛まられるのが支払い者です。例えば義父母が来た場合ね、そしたらそこでおごってやるよって言ったら、まあ賢いあの奥さんであればね、いやうちはこれでいつも食べてるから焼き魚定食でいいですよって言うけど、ちょっと腹黒くなるとポイントを貯めようとしてですね、フランス料理のフルコース行くわけですよ。でエビスビール頼んだりね、フランス高級のシャンパンを頼んだりしてね、いろいろするとここの食器メーカーも儲かるしね、食材入れてるとこも儲かるわけですよ。で誰が損してるかって支払い者でしょ。だからこれが総括原価方式なの。役所が認めるからね、価格をね。だからどん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 高くするわけです。高くするためにどうしたらいいかって言ったら原発を作るわけですね。さっき高いって言った。だから原発やってるんですよ、9年。やめないんですよ、絶対ね。福島第一原発。綺麗ですね、これね。こっから1、2、3、4、5、6。これ事故前です。非常に綺麗で、ずっと見渡す限り、こう、山も何もないんですね。で、この人は何て言ったかというとですね、地震では設備破壊は起きていないと、津波が全てでしたよっていうふうに言ったわけですね。で今もそう言ってるんですよ。だけど民間事故調査委員会っていうのがね、1500、600円でこう結構分厚い本出してるんですけど、その中にですね、福島第一原発作業員の証言として、生蒸気だと主蒸気系が壊れてる、もうこの原発は終わったなと、東電は終わりだと。主蒸気っていうのはね、ここのお釜がありますね。ここのお釜の中から直接出てる蒸気のことを主蒸気と言います。津波でね、ここがやられるはずはないんですよね。だって津波は外だから。だとしたら、ここがやられるとしたら地震でしかないんですね。で、地震が起きた時にどうなったか。津波が起きた時にしょっちゅうこう、東北沿岸をヘリコプター飛んでましたけど、なかなか水が引かなかったですよね。で、なんでかって言ったら、郡司さんか誰か。東大の助教授の津波のよく詳しい先生が、地盤沈下が起きてるから引かないんですよっていうふうに言われて、で私もそれ聞いてたんですけど、よく考えたらこれ地盤沈下ってね、ここだけ地盤沈下してここは地盤沈下しないはずはないからね。でこういう福島県の東辺国土地理院を調べたこう東辺量線図っていうのを出してるわけです。そうすると原発ここなんですけど、東に 2.5 メートル移動してるんですよ。そして垂直では約50センチ地盤沈下してるね。で海岸の山ですよ、それが50センチ地盤沈下して 2.5 メートル左にずれてね、大丈夫なはずがないんですよ、どう考えたってね。一応でもね、役所はね、一様に沈下して一様に移動したから全然壊れてないって言ってる。信じられますよそんなのね。で女川に至ってはね、確かに東側に 6.5 メートルで沈下がね1メートル以上だった、2メートルぐらいだったんじゃないかな。あそこの原発もね、動かせないんですよ、あれね、実は動かす動かすって言ってるけど、動かせないと思うんです絶対ね。で、まあ、津波こうやってこう襲ってくるわけですね。そうして襲ってくるとですね、めちゃめちゃにやられたわけです、海水系のやつがね。でここにあるのはですね、海水熱交換器ポンプとかで、さっき言いましたね、最終的に熱を外に出すしかないと、海に出すしかないんだよって言ったら、そのね、海に出すところをね、全部流されちゃったんです、津波でね。そうすると、まあみんなよく知ってる、焼け石の水っていうことわざがありますね。燃料っていうのは焼け石なんだから、水いくらぶっかけたってやらないんですよ、ね。熱交換しないとね。だからもうこれ、この時点で終わってる。これ4月ぐらいなんですけど、見てください、これ。大きさわからないけど、ここがね、自動車ですよ。だからこんな津波が来てね、なんかちょっとしたものを重機を持ってきたってね、片付けられないしね、もう終わっちゃうんです、津波も来たらね、まあ、地震でも終わってますよ。でも津波も来てこんな状態になるのが分かってね、防波堤だってもう乗り越えるのは当たり前なんだから、だからね、もう終わるんです津波が来たらね、日本はね、もう今でも終わってると私は思ってるけど、だけどなかなかよくわからないので、じゃあ事故をねちょっともう少し分かりやすくしてみると、女性の目線というかね、さっきお湯沸かしって言いましたね、原子炉はね。そうすると台所、人間我々が住んでるところでお湯沸かすところっていうのは台所なんですよ。で台所で考えてみましょうというのがこの趣旨なんですね。で台所で考えるときにこういうガスコンロありますね。このガスコンロはどういうふうになっているかというと、ここでオンオフのスイッチをして、ここで火力を調整します。で人間はですね、原子の火は火力の調整はできるんですよ、沸騰からね、止めるまでね。だけど全くゼロにする、こういうオフのスイッチは持ってないんです。だそう、もしねこういう時に事故が起きたからどうなるかということを考えると、何が起きたかは大体分かるんですね。だから原子の火は止められないんだって、一旦火をつけてしまったらね、それをまず覚えて。
であと最初のうちにベントベントって言ってベント配管がどうのこうのって言うとですねもうベントって言うとわからないんですほとんどの人はねなんかすごいことやってるって思って実感がつかめないで NHK の解説者もあの簡単に言うべき解説者もですね分かってないんですよこのベントはねベンのことですなんてバカなこと言ってたんででどういうことかって言ったらねこう圧力鍋ありますね圧力鍋どのくらいの方お持ちでしょう持ってる方おられますもらえますね大体女性の方の方ここでシューって抜きますよね圧が上がってこれをベントって言うんですよだそう考えていくんですそうするとね全部スパッと分かりますでここからちょっと動画でね合わせて、うん、あとね原子炉の大きさねこれもこのちょっとしたもんがなってると思うかもしれませんここ炉心ねここ見えませんけどここに人がいる立ってるんですよものすごくバカでかいんですこれ1号機だよね2号機3号機なんてもっとでかいんだから私も中にいたけど何が何だかわからないんですよこのビルよりはるかに大きいわけねここにあってこうやったら多分このビルぐらい燃料の大きさだけでありますよだから収束ね手がつけられなくなったら人間の手に負えないんですこれねでここからちょっと動画でああちょっとごめんなさいねちょっと追加しても私原発で散々働いてたのでなかなか建造物見ても驚かないんですよで私がちょっとあの大学に入り直した時世界旅行をバックパッカーしてたんですけど驚いたのはね単にねピラミッドはさすがに驚いたですね大きいな万里の長城もすごいと思ってでもそれ以外のものを何見てもね大したことなかったんですよ私から見るとねだからそのぐらいでかいんですよはいでこれ自己シナリオねさっきちょっと最初の方に随分出してましたけどこれは2008年の12月に原子力防災官向け資料ということでもう作ったやつなんです今からご覧いただきだから今回の311で作ったやつじゃないんですねこれねいわゆるシビアアクシデントを想定しでこの原子炉の形状ね福島と全く同じなんですこの例では20数時間に及ぶ事故の経過をおよそ5分の映像にまとめていますBWL マーク1っていうのはあのドーナツっていうのがあってそれなんですねだから同じなんです形状がでこれのシーケンスなんですけどマーク1型格納容器を例に、原子炉圧力容器につながる圧力容器につながる配管が破断して大量の放射性物質が環境に放出される様子をご覧いただきますこれトーラスですねで事故発生後に制御棒がねここねこれは事故発生後に制御棒が完全に炉心に挿入されたことにより原子炉が停止し知ってるわけです防災官向けはね3年前から知ってるこの綺麗なアニメ作ってるのでこういう水がたっぷりあるのはね台所でいうとスパゲッティを茹でてるような感じ燃料がね全部水没してるんですよでここで穴が開くとだんだん水位が低下してくるそうすると燃料があるよねひたひたっていう感じ水位が低下しますひたひたなら怖くないでもひたひたを過ぎると空炊きするでしょそうすると鍋の材料が溶け出すわけでこれがどのくらいになったら挿入されますが、ね、止まってるけど失敗するため炉心が露出します、ね、鍋に水が入れられないわけ弱火でゴツゴツやっても絶対に炉心がこうなりますからね燃料の冷却ができないため、ね、じゃあ30分後に溶けるわ燃料温度が上昇しますそして最も温度が高くなる炉心中央部の燃料が溶融します、ね、溶融してもこんな感じで溶融するから今度そこに行きます溶融した燃料はやがて原子炉圧力容器と、ね、だから焦げつくわけですこれをメルトダウンって言うんですね鍋に焦げついた状態解析により事故発生からもう1時間でここまで来るこの状態になると予測されますで鍋だからいいかと思ったらですねここはね実はね原子炉圧力容器そこがね制御棒が入ってるから穴だらけなんですザルなんですよだから 100% ね落ちるんですよこれ太水型はね活性型は別ですけど貫通しますね溶けたら必ず漏れるんです解析に厚さがいくらあっても穴が開いてるわけだからね無意味なんですこの状態になると予測されます貫通した溶融燃料は原子炉圧力容器を支えるペデスタルの中間床面に落下しますそしてコンクリートの床を接触しながらガスを放出し核容器の温度及び
圧力を上昇する。ガスコンロで言ったら外に火が燃え出した状態。でもこれでも火が止められないんだからね。その後どうなるよ。コンクリートで形成されたペデスタルの中間床面、さらに下に行くわけです。だからもうずっと外まで行ってもコンクリート床面上に落下します。福島第一の原発の地下にはもう私残ってないと思うんですよね。もうめり込んでますよ絶対これね。でそうするとね、こうペデスタルがいろいろあるんです。これサプレッションチャンバーっていうやつなんですね。こう丸いドーナツ型ですね。そうすると蒸気がこうもやもや出てくるわけですね。そうするとここの圧力が高くなるんで、ベントするしかありませんよっていうことをいろいろ言ってたわけです。圧力上がったらこれ圧抜くでしょ。圧力鍋だったらね、圧力抜かなかったらこれ台所がどうなるか分かりません。格納容器の限界を超えた時に、格納容器のフランジ部から原子炉から、これができなかったからこれが破裂するって言って大騒ぎしてたんです。東電もね、関西もそうですよ。そうすると日本は本当に終わっちゃうわけです。漏洩したガスには、ね、ガスや要素などの放射性物質、放射性物質が入ってるからね。原子炉建屋を経由して排気筒から気ガスや要素とか言ってましたけどね。知ってるわけですこれ。勉強してるんだ。これ誰でも分かるでしょこれ見たらね。何が起きるかね。防災用事故シナリオ理解のために配管破断に起因する最悪の事例をご覧いただきました。ね、毎日ここで笑えるんですけどね。住民の毎日こうした事態に至った場合でも住民の方々に安全安心していただけるように日頃から防災担当者への訓練を通して原子力災害時の対応能力の習熟、ね、対応能力の習熟ってみんな逃げ出したんだから大熊からね。こんなの知ってるわけですよ。だから何が起きてるか分かんないとか言ってたけど知ってるでしょこれね。これそのものですよ起きたのは。これが 1,2,3 で起きたの。だからまとめるとメルトダウンっていうのはそこね、そこについただけだけど、さっき言ったように穴が開いてるんだからもうメルトスルーしてるんです 100% ね。で高熱だったからもうメルトアウトして地下まで行って どこにいるか分からない。核燃料は今ねもう今ある程度冷えてると思いますけど、とんでもないことが起きたんですよ。あと1号機とね3号機の爆発もこれもねなかなか出てないのでよく私言うんですけど、これが1号機ね、これが3号機ね。で1号機は横でしょ、3号機縦になってるでしょ。で 1号機はねここにフワンっていうのが出て、ここに3号機はねここにオレンジ色の光が光るんですね。ここねピカッと光ってこうモクモクと上がってるわけです3号機はね。ね、1号機は横に行くけど3号機は縦に行く。そしてこれがね1号機3号機の爆発と、これはね核爆発の図なんです。核実験の図なんです。見てみてください。ものすごくそっくりですよね。マッシュルームクラウドというのはキノコ雲のことで、ちょっとね戻しますよ。これほとんど一緒なんですよこれね、形状だけ言うとね。だからピカッと光ってキノコ雲が出てたピカドンと言われて、いわゆる原爆なんですよ。私これ原爆核爆発だと思ってますよね。そして爆発のキノコ雲も上がってましたけど、大したように見えないわけですよ。もう原発自体がでかいからね。でもねここに排気筒っていうのがあるんですけど、排気筒がこれだけね、東京タワーここに乗せて、でスカイツリーがちょうどできたからスカイツリー乗せてくださいって言ったら、ちょっとあのネットの人が作ってくれる人がいて、だから スカイツリーと同じね噴煙が上がったんです。ここの中でスカイツリー見た人おられます？ものすごかったでしょ。見上げるほどだったでしょ。私行ったことはないんだけど、その煙が起きたと思ってくださいね。分かると思うんです一回見たらね。でどうなってるかっていったら、もうめちゃめちゃなんでこうやってね、へにゃへにゃでしょ。そしてちょうどこの直後にね、あのエア日本エアフォトサービスっていうのがこれネットで公開されてるんですけど、航空写真を撮ってくれてて、ここなんです。ピカッと光ったとこはね、ここピカッと光って、でこういう周り見てください。ここものすごい鉄骨なの、もうもやしみたいになってるでしょ。鉄骨がもやしみたいになるって言ったら、普通燃えたぐらいじゃね、鉄骨は残るんです。火事になった後はね、へにゃへにゃになるって言ったらもう普通の火じゃないんですよね。チェルノブイリ原発似てるでしょこれね。炉心なくなってるわけです。へにゃへにゃになってる鉄骨この辺にある。だからこれも核爆発だと思う。
そして広島原爆のやつを見るとこう雨のように曲がってるわけだよ。だからものすごい何千度という高温になってああなったと私は思う。じゃああそこに何があるかって言ったらね、使用済み燃料プールっていうのがあるんですね。でこれ福島の3号機で東電がね事故前に公開してくれてるのがあって、モックスを使うからこの辺がモックス燃料らしいんですけどね。まあね、使用済み燃料のことはほとんど出てきてないんですけど、使用済み燃料というのは核燃料サイクルで回してプルトニウム取り出すって言ってるでしょ。だからプルトニウムあるんですよ、使用済み燃料の中にはね。核兵器の、ね、燃料あるのだから、あそこは核爆発したってね全然おかしくないし、これが起きた後に燃料プールのことがものすごく実は話題になってるんですけど、日本には出てないけどね、この貯蔵をこの中にするのはけしからんとか、ロシアにも言われてるんですよ。もちろん言われてもしょうがないけどね、こんな使用済み燃料をあんな建屋の中にねいっぱい詰め込むのは日本ぐらいなもんだって恥ずかしいこと言われてるわけです。で使用済み燃料プールをね東電がまた直後に出してるけど、4号機はね綺麗なんです。こんな風にね似てるでしょこれね、4号機同じですよ。だから3号機はねもう瓦礫の山で 何が何だかわからないわけ、燃料がなくなってるわけ、飛び出してるわけですね。で燃料が飛び出すと、燃料がもしここに一体裸の使用済み燃料があると全員即死ですからね。そのぐらいの燃料もあの核あの放射能を持ってるわけです。で1、4号機の状況を見るとね、1号機さっき爆発しましたけど骨組み残ってるでしょ全部ね。3号機めちゃくちゃなんで、4号機もボロボロなんですよ。これ4号機は、ね、私も 何が起きたか私未だに分かりませんこれね。で福島の放出量ね、いろいろ最初の方に出てきて福島4基ですね、1、2、3、4、そうすると出力を足すと280万キロワットなんですよ。で出力に比例して核燃料ありますからね、その時の放出量はね37万テラベクレルって最初出ましたね。あといろいろ変えてきたけど、で37万テラベクレルっていうのはものすごく大きいような気がするんですけど、前の単位であるキュウリに直すとね1000万キュウリっていうのもピターッとした数字になる。4基合わせてね、おかしいね。ね、いろんなものを足してね1000万キュウリになるはずがない。だからこれはもう1000万キュウリにしましょうっていうことなんです最初からね。これだけでも分かる。でも37万テラベクレルって言ってさも計算したように見えるわけですよみんなね。でチェルノブイリはどうかって言ったらね、チェルノブイリほど降ってませんよなんてみんな言ってるんですけど、チェルノブイリは出力100万キロワットにたったのね。いや一つだけだからあれ爆発したのね。それで1億8000万キュウリって言って、で1983年に稼働して1985年か6年ちょっと忘れた6年かな6年にチェルノブイリ爆発したの、たった3年しか動かしてないわけ。福島は40年のロートルプラントなの、あちこち汚れまくってるわけ。だからそれが爆発したんだからね、もうこっちの方が多いんですよ明らかに。放出量はね、福島が少ないって言って信じてるのは日本国民とマスコミだけですよ。で福島のね核燃料の総量はねどのくらいかって言ったらね、出力こうして、あとプール内ね見て、まあ一応爆発したのだけ足してみましょうって、まあ厳しめにね。そうすると炉心の中に400本、だいたい69トンね、2号機は548本で94トン、3号機も548本で94トン、で使用済み燃料はプール内に514トン、でこれ全部足すとねだいたい346トンあるわけです、ね、そのうち全部埋もれたとは限りません、ね、1% ぐらいとしてみましょう、まあ、とりあえずね。そうすると3トンぐらいだいたいですよ。でチェルノブイリで180トン出たって言ってるんですけど、もうこれだけ足しただけ346トンですね。で今ヨウ素セシウムがねどれだけ出た、あれだけ出たって言ってるんですけど、キセノン133例えば1100万テラベクレル出た、ヨウ素131はね15万テラベクレル出た。でテラベクレルって言われた途端にもう女性の方はまず 100% はよくわからんから、わからんっていう感じで、男性のパソコンがちょっと好きな人はね1テラバイトのハードディスクが1万個あるのかぐらいわかるんですけど、でも10の15乗がどうのこうのとか言われた時点でもうみんな考えるのやめるんですよ。ああいっぱい出たなと思って大変だったなっていう話になるんですけど、これはね重さに直してみましょうと。そうもちろん放射能っていうのは物質だからね重さに直せる。重さに直すとね要素131大変なことになってますけど、あれ 40g でセシウム137を重さに直すと5キロなんですね。とこれ全部足してもねどう考えてもね100キロもいかないの。でもさっき言いましたけど 1% って言うと3トンぐらいでしょ。だからねこんな桁数じゃないんですよ。桁数が全然話になってないわけ。テラベクレル、ベクレルで言われるとねもうみんなごまかせる。じゃあ重さってどのくらいですかって言うとね、もう全然それは嘘じゃないですかって誰でもわかる。例えば卵1個分、1個か2個分でしょ 40g ってね。
そんなちっちゃい量のはずがないんで、600メートルのさっき言いました噴煙が上がったんだから、スカイツリー行った人で思い出してからやっぱり40グラムで済むか3キロで済むかとか考えてみてください。済むはずがないんですよ。で、放射性物質をね、多く言いたいときはベクレルを使うんです。少なく見せたいときは重量を使うんです。例えばね、核実験するじゃん、アメリカがね、臨界前核実験だと、要素、プルトニウムは3グラムしか使えませんでしたって言うんですけど、3グラムとか言ってものすごいベクレル数。あとは宇宙衛星がね落ちて、コバルト60がね5グラムしか入ってません、10グラムしか入ってませんって言いますけど、それもねものすごいベクレル数のベクレルにしたらね、だから切り替えるわけです。みんな都合のいいように、ちょっと君そこの前を歩かないでね。で、広島原発ね、放出原、さっき言ったように1桁2桁少ない公式な発表でもですね、このめちゃめちゃにした広島原爆の約168倍降ったって言ってるんですよ。それは認めてるんです、政府もね。だから168発降ってね、福島が復興できるかって、それはそれだけでも無理ですけど、私がさっき言ったように1桁2桁違うんだから、1000発分1万発ね、福島のところに原爆が落ちて生き残れるかってのはもう無理ですよ、絶対ね。で、ウェットウェルベント、ドライウェルベントでちょっとこうね、ややこしいんですけど、ドライウェルベント、ウェットウェルベントっていうのはこう、この中のさっきのベントの話ね、ベントの話をするときに、こういう水の中を通していくのをウェットウェルベントって言うんです。で、その中の、そのものを出すのをドライウェルベントって言うんです。で、できるだけこっちの、ここにフィルターついてないからね、ウェットウェルベントを しないと、その辺が死に絶えるわけです。でみんな一生懸命ね、東電のね、当時のビデオが公開されてるんですけど、それを見るとここを生かせって言ってるんですけど、もう生かせなくなって、ここを開けるっていう話になったんですね。もうしょうがないと、みんな死ぬよりいいじゃないかっていう話を本当にしてるんですよ、東電がホームページで公開してますから。でその時にこれを開けるの開けないのっていう時にした時に、いやそれしたら生のものが出るから困るじゃないかって言ったのが小森さんって、私が発電一緒にいる時の課長だったんですけどね。でももう押し切られちゃうわけね、これは爆発したら終わるから。そうするとその小森さんという人はどういうことをしたかって言ったね、この人ね、この人あんまり変わってないんですけど、私が言った時、ラディエーションリークでシェアレスイナフトキューピーポーって言って、こうやって泣き出したんです。だからドライウェルベントをしてものすごい放射能を出したっていうことを知ってるから、もう泣き出しちゃってるんですよ。これ3月19日ね、3月18日、ごめんなさい、小森城この時、この。でもね、この写真がね出てないんですよ、日本。これ共同出版、共同がね流してる写真なんですけど、海外に出てるんですけど、これは泣き崩れた、こうただならぬことだって分かるでしょ、あれでもね、本気で泣いてますよ、嘘泣きじゃない。知ってるわけ、これ致死量のが出た。で収束宣言、この人知ってますけどね。でエオン停止状態って言ってるんですけど、実はねこの間原子力規制委員会今やってますけど、承認を国会にあげないと。でその根拠として何て言ってるかって言ったらね、原子力 緊急宣言が続いてると、いまだにですよ、これ11月の話、いまだに続いてるわけだから、これはどういう事態かって言ったら、原子力がとんでもない状態になってて、いまだに管理が必要ですよっていうことをね、政府認めてるわけです。だから原子力規制委員会のね承認を言えませんよって言ってるわけです。この墓穴掘ってるわけね、原子力緊急事態宣言、私も忘れてたけど、これ解除になってないよ。だから福島は終わってないんです、全然ね、まあ、始まったばっかりなんです。で見通しはどうなるか、ね、さっき言いました原子の火を止めることができない。で30年で廃炉って長くて大変だって言ってるけど、始まってもないんです、廃炉の作業はね。これね300年500年1000年ぐらいかかる話なんです、本当に。で我々の世代では終わらないんです、ここに来る子供たちの世代でも終わってないんです。でどこに何があるかあるかね、再臨界何度も起こすでしょ、今後はね。で収束、じゃあアメリカが何で行ってこないかって言ったら、ね、アメリカだってやり方わからない、どうしたらいいかね、知らないんですよ。もうこんな事故起こしたの初めてなんだから、日本がね、チェルノブイリだってツリーマイルだってこう事故、原発事故起こしてますけど、あれは全部捜査員のミスでね、周りは全部まともだった。今回は周りも全部やられてるから、もうどうしたらいいかわからないね。で地球上にいる限りこの災害から逃れることはできない、まあ、もう我々はもう特に被爆してますからね、ヨーロッパの人と比べたらね。じゃあどういうふうになってるかっていうのは、こう悲惨ね、3月11日からの悲惨な状況なんですけど、最初はね神風ごとくを海に割ってるんですけど、舞いますからね、ここで仙台がボコってやられるわけですね。何度かね仙台かぶってるでしょ、ここへ仙台ですよね。そうしてここにこう東京関東がやられるわけです、こう一回ね。で3号機が爆発した時はね、いいことにこっち側に浮いてましたので、全部アメリカさんに飛んでいったんですね。でここね、
ほら何度もやられてるでしょ。ここのね、瓦礫が来てるんですよ。北九州ね、燃やしたら当然みんなナビ被爆してますよ、これね。ね、何度も来てる。だけどよく考えて、ここで終わらないからね、これは終わってるけど。当然地球丸いんだからどっか行くわけです。じゃあどう行くか。例えばこれね、4月の5日なんですけど、こっから来たやつがここね、九州舐めてるんですこれね。だから4月5日どこに何してたかちょっと見ておった方がいいと思う。私もう日記書いてないんでわからないんですけど、この時私これあんまりまともに見てなかった。何度か来てます。4月の下旬にもこっち襲ってますからね。この時はバンバン出てた時だからね、被爆してますよみんなね。さあ恐れじゃないって言ったらそういうところで、次ね、じゃあここに出たのね、ここです日本、ここ九州ね。で3号機とかで爆発がこうして出てると、でも放射能っていうのは消えないでしょ。どっかに行くだけなんです。それどう行くかって言ったらね、ここでこう東京やられましたね、さっきね。だけどこの辺ハワイだと思うんですけどね、こうして渦になってこう、これ回るしかないですよね、これね。回っていって、これ西海岸見てください。西海岸汚染されちゃってる、福島のせいでね。これはむしろ九州より西海岸の方が私は危ないと思うんですよね。かなり汚染されてますよ。で、もう風に乗っていくからね、人間のあれじゃないんですよ。北九州で燃やしたから、ね、どこまで逃げればいいですかって、どこまで逃げても追っかけてくるんですこれね。燃やしたら大気に乗せたら、そしてこうやってここ、ね、西海岸ひどいですね。で朝鮮も朝鮮被るわけです。でこの時期に北朝鮮の首領様が亡くなってますよね。今年この年ですよね。不摂生してる人危ないです。熊本でも亡くなってます。見てください、これね。で、どういうふうに土壌沈着したかって見てください、これね。うわ、どうするんだっていう感じですよ、これね。こんな感じ。でも、こういうのが出てないでしょ、全然ね。福島のことはちょっと出てて、もう一言ですよ、九州の人なんか悪いけど言ったら。あと、海洋ね。ここはハワイですね。ね、大体これはね、1年後ですよ。この辺がね、多分今ぐらいです。多分日本海もやられちゃってるわけね。ね、ある程度。西海岸、大体アメリカ西海岸にがれきが到着してるぐらいだから、放射能も到着してないはずがないですね、海からね。Separating the main cloud into a northern and a southern part. After 4 years, the maximum concentration has dropped by 3 orders of magnitude, and the entire northern Pacific is filled with a certain amount of tracer. まあ全部やられて、これだから7月ね、2012年。まあ、どうすんだってここね。どうすんだって私に聞かれても私もどうすんだって思ってますよね。で、あと大丈夫大丈夫っていう時に、あなたが子供だった時、東京の放射能は1万倍あったよっていうね、ことをね、言って、ちょっと勉強した役人とか1万分の1だから大丈夫とか言うわけですよ。で、この時のね、グラフがこうなってて、確かにね、最盛期のね、1万分の1なんです、これね。で、しかもね、これはね、対数グラフって言って、女性によく分かりにくくて、男性の数学をちょっと知ってる人がちょっと分かった気になるようなグラフなだけでね。で、このグラフで見てもね、九州はこの辺なんです。1970年ぐらい、まあこの辺は大丈夫かもしれんと思うかもしれない。で、福島第一の茨城はね、ここなんですけど、これ対数グラフだからね、迫力がないんですよね。多いか少ないか分からない。じゃあ普通のグラフにしてみましょうって言ったらね、見てくださいこれね、核実験の最盛期ここね、チェルノブイリが隠れて東京はここなんです。だから核実験の最盛期にだいたい 100とかそんなぐらいなんですけどね、800だったかな、ちょっと待って、うん、そうです、 100いくか、800ぐらい、800ぐらいで、東京ね、今8000ぐらい降ってるわけですよ、月一月だけね。でこの辺はもうね、1万分の1だ、見てください、東京茨城ね、核実験させて、これ1万分の1ははずがないですよこれね。誰がどう見たってものすごい量、今まで降ったこと経験したのない量が降ってる。そしてでも福島県を入れると見てください、これ福島県はね、334万倍ぐらいでもう一直線なの。核実験最盛期云々じゃないもん、一直線にしかならない。だからこういう嘘を言ってくるんですよ。で1万分の1だけ覚えてね、自分で調べることもせずね、安全安全心配いらないって言ってるんです。
で、さっき言われたようにスカイツリーに行ってる人もいるわけ、わざわざね、被爆しに。宮城県は1年間ね、しかもね、宮城県は今福島県334万ベクレルって言ったんですけど、宮城県はね、地震のため機械が壊れましたって言って計測しなかったわけです。ちょ、機械が壊れて私よく知らなかったんだけど、誰かに教えてもらったんですけどね、機械ってどんな機械かと思ったら、見てください、これ金だらいなんだよ。これすぐ直せるでしょ、どう見てもね。これが1年間故障してたっていうのが宮城県だったんですよ。だから宮城県はとんでもない量が降ってるから公開できなかったわけですよね、と思うのが自然ですよ。この金だらいをね、あんなに100万都市を抱えた都市がね、これ持ってこれないって、あんなバカなことないでしょ。もうここにだって置けるわけですよ、すぐね、持ってきれば。1年間復旧してない。でようやくね、今年の3月ぐらいに出してきた。でセシウムの飛散状況ね、でこれでさっきの核実験最盛期と見るとね、だいたい核実験最盛期降ったのは岩手のこのぐらいですよ。石巻ここだからね、もう核実験のね100倍の濃度の放射能を降った瓦礫をですね、こっち持ってきてる。でこの辺の瓦礫がね、汚染されてるっていうのは、汚れ、東北は汚れてるっていうのを言う、九州のあの ひがみっていうかね、あの差別だみたいなことを言う中川なんちゃらっていうのがおるんですけど、汚染されてるんだからこれね、事実を言ったらね、糾弾されるっていうのはね、おかしな話で、汚染されてるんですよこれ。特に小さいお子さんおられるとかはね、これだからね、この辺ぐらい、100ぐらい、100って言ったからね、ここだからね、この一番外側のやつが100なんだから、全部汚染されてるんですよ、ことごとく。で日本の汚染情報ね、これあのとある先生に作っていただいたんですけど、今皆さんにお渡ししてますので、大体あのディズニーランドがねどのくらいかとかちょっと眺めていただけたらと。で じゃあこれだけ汚染されたので、どういうことが起きたかってね、奇形で耳内周先がね2011年の5月の浪江町で生まれて、北海道もね、北海道も汚染されてますからね、これアスパラのわけわかんないの出てるね。でダルマモもで喜んでるわけで、こうやって2つ双子で、も油合はねどうも起こりやすいですね。芋の油合はね結構大きい芋が取れたっていっぱい出てますしね、特に野菜関係はよく出てきます。で広島の奇形児の やつをまとめたのを見ると、やっぱこういうシャムソーセージみたいなのいっぱいありますからね、今後増えてくると思います。でこういうメロンね、おっぱいメロンとか言って喜んでるわけです。でズッキーニね、これ奈良でね、ズッキーニで西海岸もやられたって言ってましたね。西海岸もねこういう融合してあの野菜が売ってるらしいんですね。ナスビね、ナスビも結構大きいんで、福島こういっぱい出るのは分かるけど、埼玉だってね、熊本だって出てますからね。だから時々社会面でこういう珍しい野菜が取れたって、こうニコニコしながら取ってるのがある。一部の人はね、わあこれもやられたかっていうふうに思うわけですけどね。でキメラっていうこうパカッと2つに分かれてるね、このパカッと分かる、これスリーマイル島で出てて、うわひどいのが出るなと。これはねパカッと分かるってミカなんですけど、これ熊本なんですよ、天草ね。でこれヒケヒマワリね、見てください、この香川県ね、まあ、なんか合成写真みたいなヒマワリでしょ。これ埼玉県のヒマワリもわけ分かんないですね。で西海岸ね、西海岸ね、これサンフランシスコでこういうレモンが出てる、これヒマワリね、出てるんですよ実際ね。で熊本市もさっきも出てたけども、私ちょっとのんびりしてたらですね、この熊本市のこれは 私の手なんですけど、こう帯状にね、普通ピョロッとしたやつが帯状の茎になってるわけですね。でよく分かるのがね、ちょっとさっき歩いてたらあんま見えないですけどね、イチョウの葉っぱがねこう固割れしてくるんですよね。で排気ガスのせいかもしれないけど、普通のイチョウっていうのはこんな綺麗なんですけど、2つに割れるぐらいあるんですけど、3つ4つに割れてくる。だから近くにイチョウがある人はですね、ちらっと眺めて普通のイチョウの葉をしてるかね、眺めてみてください、ね、あとはサザンうちの椿はね今年白になったですね、花がね、いつも赤いのがね、ヒガンバナも赤いのが今年白いのが多かったと思うんです。白いヒナガンバナ見た人おられますか、今年おられる。あんまり見たことなかったんじゃないですか、今までね。脱色します、花がね。私椿が白くなったりしたら、ね、ちょっとここも結構来てるなと思ってください。まあ一応ね、これうちっていうか私のところの委員のところなんでもう分かれてるでしょ。こう伊勢崎もこうパカパカ、もうものすごく分かれて汚いんですよ。
で色素変異も起きる。黄色のカエルが出てね、ピンクのバッタができたとか言って喜んで報道されてる。でこれはね、京都府でね、この相当の鮭が見つかったとか、ね、でもこういう放射能では起きるはずないから、放射能ではないって言ってるんですけど、起きてるんだからね、今まで起きてないの。で虫や鳥や木が消え始めたら次は人間が消えていくかって、これ去年なんですけど、今年は小鳥が少ないと。で熊本市内で私スズメが道端で死んでるの見ましたもんね。だから人間はね、でかいからなかなか影響は出ないんですよ。だけど小動物、虫とかね、小鳥に出てくる、花とかね、花とか特に成長早いから。だから例えばあのかなり、オウムシ真珠鏡で毒ガス兵器のとこをこう調べに行くときにね、こう毒ガス探知機を持っていくやつはいないんですよ。何持っていったら、カナリアでしょ。カナリアが最初に死ぬんだから、検知器で見つかったときに終わりなんですよ。で放射能と放射線ね、これは3月にね、ちょうど放射能が来た時に、放射能が来るっていうアイラが雑誌をこういうね表紙を出したらね、風評を煽るっつってね、散々叩かれたんですよ。去年の3月ね、3月15日でした。ちょうどこれが発売の時に放射能が本当に来たんだ、東京にね。で計画停電をして、できるだけ一般の人外に出ないようにっていう、政府を苦し紛れの勉強してたと私は思うんですよね。で放射能を正しく怖がるっていうのは今流行りなんですね。ここに理科の先生おられるから、それで教えられてる先生もおられると思うんですけど、 0.3 マイクロシーベルトはね、ホットスポットで怖い怖いってお母さんとか言うわけです。こんなところで住んだらいけない。だからそこでね、もう医者とかもそうなんですけど、こう 0.3×24×365 っていう、よくわからない、よくわからないとかわからない計算をしてね、そこにずっといたってね、 2.6 ミリシーベルトにしかならない。とこれは頭部 CT1 回分しかならないんだよ。お前そんなことでねビビるなんかね、俺なんか頭部 CT を何度も取って何ともないんだから、お前は科学を知らないね、原始人だみたいなバカな顔をバカにした顔をしてるわけです、医者とかはね。ね、毎年20ミリシーベルトやると。専門家はそうなの、理科の先生もおそらくそうでしょう。じゃあ医療用放射線は、ね、どういうものかって、肝からこう線が出るんですけど、これをやってる時にプロテクターはしますよね、もちろんね、医療従事者ね、受けられる人は違う。だけど全面マスクしますよ、そこでね、しないんで絶対。それは放射能が飛んでなくて放射線しか飛んでないからね。だからそこの放射能と放射線をね、厳密に理解してください。だから放射線の管理基準は 0.6 マイクロシーベルトですよと。だから 0.3 は放射線管理基準にもならんって言うんですけど、放射線管理基準ってここにね、放射能がちゃんと止まってる時は 0.6 ですよ。今飛んでるんだから、福島東京ではね、ここも飛んでますけど。だこういうことなんだから、さっきのね、ここで 0.6 っていうのはいいんだけど、こうやって飛んでるところに 0.6 だから OK っていうのはね、ありいけないんですよ、犯罪なんです。じゃあ空間線量率と汚染濃度のね関係っていうのが、ちょっと偉い先生が調べてるのがあって、で大体どのくらいになるかっていうとね、400キロベクレルっていうのが大体 1.3 マイクロシーベルってなったんですね。でこれは全面マスクをしなさいよと、400キロベクレルパー平米っていうのはね、こういう基準なんです。だから 1.3 マイクロシーベルトあれば、こういう全面マスクをしないといけない。で帰っていただいて、そこのグラフを見て、あの地図を見ていただければ分かるんですけど、こう 1.3 マイクロシーベルト超えてるって言ったらね、これは福島が大半入ってます、中通りね。でここで駅伝してるんで今頃ね、マスクもせずに牛も作ってる。でこの時に、これはね枝野さんね、枝野さんが相馬に行った時に、見てください、みんな普通の格好してるのフルマスクですよ、フルアーマーとか言われてましたね。でこれはね、岡田幹事長、岡田幹事長も通じてますかね、飯舘村行った時にマスクして手袋したまま、あの何も防備もしてない村長とね握手してるわけです。これ正しいわけね、だって 1.3 マイクロあったらこういう格好しないといけないんだから。だから政府の要人はそれ知ってるから、これ知ってて、何も知らされてない現場の現地の人はね、こういうね無防備なところで竹槍で放射能にやってるようなもの。だからこの方とかどうなるんでしょうね、これは。で安倍総理はね、福島原発でものすごいところでね、もう線量計つけてるみたいです。マスクだけ、マスクとね背広とネクタイなんです。これは福島原発のあれなんだからね。でぼーっとした目見てる、知ってるでしょ。これね、私に言わせたらね、サファリパークの見学してるようなもんなんだね。でアフリカに行って俺は猛獣を見てきたっていうことだけ自慢してる。でも実際のことは何も分かってない。で40キロベクレル 0.13 ですよ、 0.13 マイクロシーベルト大体ね。そうするとこの飼育域、汚染を管理するエリアでどこにこう
飛散させないようにしないといけない。じゃあこれはどこが入るかって言うのは、これはねディズニーランドとか入ってきてますからね、まあ、0.13 って言ったら下手したら熊本も入ってるんですよね。で 0.3 っていうのはだから 0.13 でこれだからね、 0.3 っていうのはねもう済んだらいけない、飲み食いしたらいけないんですよ。ちょっと行くぐらいならいいにしてもね。で 1.3 マイクロシーベルトあるっていうことはもう全面マスクがいるっていうことなの、これはね。で人が住んでてね、駅伝が今日行われてますよ、福島復興駅伝とか言ってね。で人間は放射能に勝てない。で内部被曝と外部被曝ね、でこれがね一番やられるところなんですけど、内部被曝と外部被曝は同じものですよっていうことをね、こう山下先生なんですけどね、シーベルトの値が同じであれば外部であっても内部であっても人体の影響は同じものですっていうことを言うんです。で ICRP も認めてるんですこれね。認めてないのはそういう権威に属さないね科学者たちだけなんです。でこういうベクレルをシーベルトに直すね実効線量係数っていう、もう私から言うと大嘘の係数があって、これを認めた途端にね、ほうれん草にセシウムがどれだけあっても何しても全然安全になる、全く安全になる。でもさっき見せましたね、奇形動植物ね、明らかに奇形が増えてるんですよ。私のブログの奇形とかいうので検索してもらったらもう嫌になるぐらい出てきますよね。私もだんだん嫌になってきて集めてた、日本全国で出てます、沖縄にも出てますね。だからこれで安全ってね、さ人間のねちょっと理系をかじった人間騙されるかもしれないけど、何も考えない植物は騙されないしね、人間の体も騙されはしないんです。で核分裂生成物ね、こういう2つのやつが出ますよっていうことね。で放射性物質、内部被曝で何が怖いかって言ったらね、あちこち溜まるんですよね、溜まるの、一様に分布しないんです。要素は例えば甲状腺に溜まったりするわけですね、放射性要素はね。でここに溜まるわけなんですけど、でがんになったって言われるんですけどね、これ見るとここは1986年、 3、4年はねほとんど増えないんです。だからそれが分かってるから福島は大丈夫大丈夫って今言ってるわけです。でもあと5年後経ったらね、絶対必ず 100% 増えます。もう今でも増えてるんだからね、農法が。でストロンチウムはどうかって言ったらね、ストロンチウムはカルシウムの下にあるんです。これ周期表なんですよ、周期表の一部ね。でカルシウムの下にあるっていうことは大体2価の金属なんですけど、骨につくんですね。で半減期30年で骨につくとなかなか取れないんで、結局白血病につながるだろうという。私はこれ骨がもろくなってなるだろうと思ってるんですね。実は関東の方はもう骨折がものすごく増えてます。芸能人の骨折いっぱい聞くでしょ最近ね。30代の、お杉じゃなくて忘れた、今えらい売ってる、あそうそう杉ちゃんね、え何でしたっけ、杉ちゃんね、杉ちゃんも骨折したでしょ。それ単なるこう高飛び込みでやって、ね、普通30代の男性がね、今昔であればあんなことぐらいじゃ骨折しないんですよ、ね、で「裸足の弦」の作者のお母さんの肺を焼いた時には肺が残らなかったって言ってますもんね。でどのくらいで入るかって1年か2年かかるのかなと思ったら、ね、そんなことはないです。ここで飲んでね食べたらね、もう24時間後にはねもう回ってますよ、骨にねくっつくんだよ。そのぐらい早いんです、代謝、人間のね骨は死んでないんです、毎日動かしてる。で放射性セシウムね、セシウムはねこれは本当に怖いんですね。セシウムはカリウムの下に あるので、カリウムっていうのは天然であちこちにありますので、ね、筋肉とかにいっぱい入ってる。でカリウムはこう出たり入ったりできるんですけど、セシウムはものすごく大きいのでね、セシウムがカリウムの中に入ってきてしまうと筋の不全が起きると思うんです。私はね勝手に持ってるだけです。そうすると心臓に来たらね心不全になるわけです。で、頭の血管にカリウムがたまると、これはね、脳動脈瘤とかになって、脳出血を起こしたりするわけね。脳出血を起こしたら結構いますもんね、今ね。関東の方でね。で、私、昨日聞いたんですけど、18歳の娘さんが、胸が痛いって言ってて、翌日亡くなってたっていう話ですね。で、そのぐらいのことが起きてるんですよ、東京ではね。でセシウムがなかなかね、これもなかなか口ばっかりなので、どのような性質かをちょっと見て、これナトリウムね、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムですね。でナトリウムはこれ理科の実験の先生やったことがあると思うんですね。水の中に入れたらね、水素を出してこうするで、カリウムね、カリウムはしたことないと思うんです。
This time you'll see a flame. The heat given out by the reaction is produced so quickly that the hydrogen gas catches fire. It burns. まあ、結構激しいですね。次、ルビジウムね。 The next element is rubidium. This time we put a safety screen between us and the reaction. You can see that things gradually become more terrifying as we go down the group. じゃあ次、最後セシウムですよ。 Let's try cesium, our fifth alkali metal. だからね、ものすごい反応性を持つんです。これ見たらセシウムがどんなものか大体わかるんですよ、感覚的にね。 NHK はこういう実験ちょっとしてくれればいいんですよ。そしたらセシウムってどういうものかわかる。でも見たことないでしょこれね、おそらくテレビでやってないと思う。だからセシウムはものすごい反応性が強いんだから、ナトリウムっていうと食塩ですけど、ガードレールとかこう塩害でボロボロになりますね。あれのはるか強い腐食性を持つんですよ。だから取れるはずがないんで、こういう高圧洗浄機ぐらいでね。で、内部被曝ね、何が怖いかって言ったらね、だから血管が壊死になると突然死になる。で、脳細胞がやられるとね、知能低下になってくる。で、知能低下になってる人がね、東京も結構いますもんね。私のところにも一人来られました。大体このぐらい人数がいて、一人か二人ぐらいね、知能低下を起こすんですよ。そんなもんなんですね。だからわからない。で、心不全がね、優位に増加したって、こう、東北大の先生もね、言っててですね、過去の大震災の疫学調査で報告例がない。だから震災が起きてね、いくら寒くてストレスがかかっても普通人間そのぐらいじゃなかなか死なないんですよ。でも内部被曝があると、私に言わせるとですけど、肝症候群があって心不全があってね、脳卒中で死ぬ人がどんどん増えてるんですよね。で、若者が突然死する。これ9月ね、これも9月、流山市でね、22歳の保育士が気分悪くなって搬送先の病院で死んじゃうんですよね。22歳の保育士が亡くなりますか。普通、朝の午前11時ですよ。でね、こういう陳情が出てる。千葉県の船橋市議会でね、学校の先生が突然亡くなったり長期療養に入ったりすることは児童や保護者にとって非常に衝撃的な出来事であると。実際起きてるわけです。こうやって陳情が出るぐらいだからね。これは陳情不採択になったんですけど、理由ね、2011年11月に現職の小学校教諭が大動脈解離で、12月には現職の小学事務員がくも膜下出血で亡くなったと。今までね、私の経験で学校の先生がこうやってね、ポンポン亡くなることは経験ないんですよ。おそらくみんなないと思うんですね。起きてるんですよ。何もないふりしてるけどね。で、福島の子供たちはね、こういうね、フィルムバッジを持たされてね、喜んでるわけ。お守りって言ってね、喜んでますから ね、安全安心のためにこれ持たしてるって。でもね、裸の王様ありましたでしょ。裸の王様で騙されたのは大人だけですよ。ね、子供は騙されない。どういう手紙を書くかね、福島の子供たち、子供からの手紙っていうのがあるんですけど、私は何歳まで生きられますかって、こういう切実なね、手紙を書いてるんですよ、小学生がね。で、私非常に腹が立つのはね、こういう福島の子供は我々の同胞ですよね。こういうことでありながらね、カンボジアの子供を救いましょう、アフリカの子供を救いましょうっていう切れ事言ってる人いるんですよ。まず福島の子供でしょ。いや、カンボジアの子供ももちろん差別するなんていうのはあるよ。だけどね、我々の日本語を喋る人間がこういう状況に置かれていながらね、外に目を向けさせるなと思うんですよ、私は。特にここ小学校幼稚園の先生多いみたいです。で、放射線のリスクアドバイザーはね、どういうこと言ってるかといったら、これはね、今回20歳以上の人のがんのリスクはゼロです、ね、だから成人式になるとね、放射能が避けてくれるって言ってるわけです、この人ね。選挙権があればね。そうでしょ、そういうことでしょ。選挙権があったら、あなた選挙権あったかないかで放射能の被害どるかどうで、がんのリスクがあるのは年間100ミリシーベルト以上である、それ未満であればリスクはゼロと言っていいとか言うと、これをね、ちょっと文章を変えるとね、どういうふうになるかって、 ICRP っていうのがボスがいるんですけど、これはね、放射線被曝の歴史っていうのは1991年でしょに書かれたのでね、ね、現地の住民に被曝リスクを受任せよと迫るとね。で、自分たちで過小評価しておいた放射線のリスク評価を用いて、科学的にはね、因果関係が証明されないから放射能じゃないって言って、みんな切り捨てられてるんですよ。チェルノブイリだって被害起きてないことになってるんですよ。で、内部被曝の実態を知るため、まあ、そうは言ってもね、我々はね、内部被曝何が
詳しいかというと、ね、内部被曝なんで隠すかというとね、原発だけじゃないんですよ。これはね、核兵器とつながってるからなんです。で、実態を知るにはね、広島長崎の実体験を知ってくださいと。なんで核兵器と結びつくかって、核兵器で内部被曝が起きて人に遺伝子に損傷を与えて奇形児が生まれるって言ったら、これは毒ガス以上にひどいもんだからね、核兵器使うなっちゃう話なんで、核兵器使うなっていう話になると、今の国連の常任理事国は核兵器で世界を征服してるんだからね。で、核兵器なくなったら自分のパワーがなくなる、統治のパワーがなくなる、絶対認めないんです。だから内部被曝ないないって言うんです。で、これは日田先生ね、被爆当時28歳、まだ今94歳なんですけど、お元気でね、講演されてる日田先生。ご存知の方どのくらいおられますか？それでも 2,3 割ですね。で、橋爪文さん、この人はね、当時14歳、あんまり私は出てないんですけど、この人このね、ラジオ深夜番組を聞いてね、ものすごくね、上手なんですね。で、これ中澤啓治さん、裸足の弦の作者ね。裸足の弦見たことのある人どのくらいおられますか？これは結構あるんですね、7割か。これはね、ぜひ読んでほしいですね。また改めてね、小学校の頃読んだんじゃなくてね。で、核兵器はね、じゃどういうふうにしてね、実際 GHQ はどう言ってるか。95年の9月6日、原爆投下から1ヶ月後経ったね。もうその後何十年って苦しんでるわけですけど、広島や長崎で原爆で死ぬべき者は死んでしまい、9月上旬において原爆放射能のために苦しんでいる者は皆無。これがね、アメリカの考えなんですよ、ね、で、23年後もこうなんです。残留放射能による被害はなし、生存被爆者は全て健康。どこが健康ですかね。みんな苦しんでるんですよ。で、入試被爆っていうのがある。入試被爆っていうのはどういうのかって言ったら、原爆が落ちた後に中に入った人がね、行かないよそこ触らない、死んでいくわけです。いっぱいバラバラとね。お母さんどなたでしょうか、この方、このお子さんが。ちょっと後ろに、すいません。でね、元気でね、入ったのにね、どんどん死んでいくわけです。これはどういうとこかというとね、熊本から来た人が、あの、お前弦を見てね、国の子供を思い出すなって言ってたらね、あっという間にガタガタ震え出して赤痢用の症状を出して死んじゃったんです。で、そういう人が山のようにいるわけですよね。これ入試被爆っていう、内部被爆なんです。だからピカっていうのに合ってないけど、だけどアメリカはピカっていうのにやられて死んだっていうことになってるから、この入試被爆はね、無視してるんですよ。で、ブラブラ病ね、非常にだるい、仕事ができない、家事ができないっていう、命には侮蔑状を与えないっていう。ところがね、これは今どういうふうに現れるかというと、ブラブラ病って出てないですよね。今はね、遠くの先進科の先生がいるんですけど、不眠食欲低下、強い倦怠感、気力集中力の低下を訴えるけど、原因として思い当たる出来事がない。だからこれ現代のうつ病になるわけですよ、ね、うつ病が増えるわけ、当然増えます。今後ね、見といてください。新聞で東北でうつ病が増えて、ストレスのためだっていうふうになりますからね、絶対。これはブラブラ病なの、本当はね。で、ABCC っていうのがあって、これはね、原爆を投下して1年後に調査ができないかって言ってやりだしたアメリカの御用っていうかね、被害がないことを証明するための機関なんですよ。で、死人が出るとですね、全部ね、集めるわけで、これ日本人がね、その手下になって動いてる、日本人だからね。そうするともう人を集めるもんだから、もう両親に病んでね、こう苦しんでるわけですね。で、被爆の赤ちゃんはね、利用したけどね、遺伝的な影響は見られないって結論付けてる。本当かと。で、放射線の被爆でね、ハエ等の動物実験で出てるんです、動物実験ではね。でもね、人では確認されてないからないっていうことなんね。動物実験で出て人では出ないっていうことはね、ありえないんですよ、これはね。誰かが嘘ついてる。なんでかって言ったらね、あの、我々はいつ元の細胞ができたかって、これは赤ちゃんのね、胎生、妊娠5週なんですけど、妊娠5週のところにね、卵黄脳壁にもう祖先の細胞が出てできてるわけだから、我々は祖母のお腹の中にいる時に種がいるわけですよ。だから二性被曝もあるし、三性被曝もあるわけですよ。
なぜって子孫、我々の一番の目的はね、子孫を残すことなんだからね。なんだかんだ言ってそれはいろんな業績残すとかいうのはあるけれども、動物であれば子孫を残すのが第一なんですよ。だから一番最初にね、いい状態の時に分けていくわけね。そういうね、神秘的なものって、ここに放射線が当たったらどうなります、放射能が来たらね。で ABCC にいた証言ではね、 22% 林一郎っていうのがいるんですけど、長崎大でね、この人はね、あの 22.3% って世界共通支持の範囲の正体の中で言ってるんですけど、この人は最終的に昭和59年に先天奇形図譜というものすごいね、体調を表してますもんね。私この間医学部で見つけたけど、もし医学部関係の図書館に行ける人がいたらですね、先天奇形図譜、この林一郎でちょっと見てください。中見たら驚きますよ。で ABCC にいた医師の証言でね、障害児生まれると言ってるんです。後でね言い換えるんですよ。でもね、でしかもね、ちょっとごめんなさい、林一郎教授はね、これ実はあの731部隊っていう満州の実験部隊の病理でね、若い頃いたんですよ。全部つながってくるんですね。でも隠されてる。私もそんな嘘言うなって言ってね、あの保健協会の講演やった時言われたんですけど、でムッとしていろいろ調べたんですよ、あとね。で岡村久子さんっていう人がね、ピカに焼かれて第13集っていうとこで三馬さんをやってた人が証言をしてくれてるんです。これ生々しいんですね。昭和20年当時、長尾町、尾長町で産院を開業していました。41歳でした。何も記録は持っていませんが、奇形はたくさん出ましたと。当時は ABCC へみんな報告しないといけないシステムになったけれども、しなかった人もいますと。じゃあどんなのが一番多かったのかね。一番多かったのは都心三つ口ですね。三つ口が多かったと。それも勾配列もあってっていうのは、勾配列というのはね、ベロを上にくっつけるとかありますね。あそこが割れてるわけです。泣くと喉の奥まで見えると。お乳も飲めない。それから四肢過剰ですね、多肢ね。でそれから鎖骨、肛門がなくなる。なくなるんじゃなくて空いてないね。5000人に1人の都心多数は数ですね。で分娩で頭の先が出ましたら、今度も都心じゃないかしらと思ったら、やはりそうで、そのたんびに憂えていることが思えてます。ああどうしてこんなに都心が生まれるかしらと思いました。これは全然数値はないですよ。でもものすごく生々しいでしょ。こんな嘘つけないもんね、人間はね。ですぐ近所のでございましたが、2件同じように耳のない子が生まれましたと。その一人の赤ちゃんのおばあさんは産婦人科の看護部長をしてましたと。奇形が生まれたということで、すぐに病院に電話されたらしいですが、先生が来られた赤ちゃんは行きましたからねと。もう一件は可愛い女の子でございましたが、おばあちゃんは火葬場に持っていくまでは泣き出しませんからと言っておられました。これは薬を使ったんだなと思いました。だから殺してるわけね。さっき言いましたよ、ウサギの耳がなかったでしょ、ね、耳のない人間にも起こるんですよ。で原爆消灯時のドキュメンタリーっていうのがあって、これはね中国地方で放映されて、広島の人はみんな知ってるらしいんですけど、この中で原爆消灯時のことをご存知の方おられますか。一人もおられませんかね。原爆消灯時っていうのは、頭のちっちゃい赤ちゃんが生まれてるんですよ、いっぱい。でもちろん知能は足りないんだけれども、それでも一生懸命生きて、今20名ぐらい生きてるんです、それでもね。でこういう奇形があって、ドキュメンタリーです、これ NHK のね。だけどね、中国地方のみで放送してね、今一人もいませんでしたけど、ここで九州地方で放映されてないわけで、調べればいっぱい出てくるんですよ。キノコ界だかなんだか忘れたけど、なんかそんな名前がついてますね。知ってるんだよみんなね。で裸足の弦、この赤ちゃんはね、楽しみにしてたらね、頭のちっちゃい子が生まれて血が止まらなくて死んじゃったって。このおばあちゃんはね、こうやって血を吐いて死んだりするんで、7年も経ってもまだ出てくるんですよ。でしかも奇形が生まれてきたのは直後じゃないんですよね。これね、広島の胎児奇形、これほらサムソーセージ2キロ、昭和27年7年後ですよ。これは無能児ね、昭和26年生まれ。でこれは長崎なんですけど、何が何だかわからない奇形が出てて、これ一つ目のね子供が生まれてる。で世界は恐怖する死の肺の正体というので、これネット上で公開されてるんですけど、これもね1957年でモノクロの映画なんですけど、ものすごくよくできてるんですね。でチェルノブイリはこうやって生まれてるわけ。
これね、セミパナシンクスクのソ連核実験場でこうなってる。もうこれね、でイラクのファルージャで、これはね、足が割れてないわけです。でこれはね、先天奇形図譜、林一郎が書いた 先天奇形図譜にもね、写真がありましたもんね、同じ写真がね。で湾岸戦争もいっぱい、あの劣化ウラン弾っていうウランを使ってるので、湾岸戦争症候群って言われてですね、あれ化学兵器の変になってるんですけど、目のない子供とかはね、お父さんですよ、お母さん言ってないんですよ、お父さんの生殖細胞が傷つけられて、私はそう思ってるんですけど、こうやって奇形が生まれてきてるわけですね。で放射能奇形出るんですよ絶対ね。で瓦礫のことね、瓦礫の受け入れやめちゃいましたけど、黙れって言えばいいんですよ。そうなると誰がどうするの、力のあるとこ手伝わなくちゃどうしようもないじゃないですかって、こうしてパック言うみたいな感じでねやってるわけです。でその瓦礫を一生懸命撒き散らしてるね、放射能、あの環境省はね、放射能の知見はないって2012年3月27日の東京新聞ね、シャーシャーと言ってるです。危険、知見はないくせにね、安全って言ってるわけですね。で北九州が今燃やしてますけど、私も大反対でいろいろやったけど全然力及ばないんですけど、この人がね、出光和也という九大の教授がいるんですよ。で市基準は完全に安全って言ってるんですね。これなんで、大体ねちょっと生物のことを勉強すると完全になんとかっていうのは言えないんですよ。私医者やってますけど、この薬を安全だと思って1000人に出したらね、1000人に出しても大丈夫でも、そのうち1人がねとんでもない被害をして死にそうになることもあるんですよ。それそういうもんなんです、化学物質っていうのはね。なんで放射能が完全に安全かって言われると、これ医者じゃないぞってこうそこで思うわけ、私とかね。じゃあ経歴を見てみよう。そうするとね、九大に入る前は42歳まで動力炉核燃料と事業団に勤めて、専門は放射性廃棄物で核燃料だ、核燃料のことやってた人間がね、完全に安全って言ってる。だから動力炉ってのはプルト、プルトニウムね、モンジュのことやってた人なの、この人もう悪魔の手先ですよね。こんなこと平気で言ってるわけです。でこういう人間がねものすごく多いんですよ。九大に行ったりとかね、東大に行ったり、あの北海道大学に行ってる奈良林っていうのがいるんですけど、それは東芝にいて私は一緒に仕事したことありましたよね。で原子力委員会で尾本っていうのがいるんですけど、それは私が東電に行った時のね建設部の課長ですよ、ね、その人が東工大に行ってその後上がってるわけ。みんな裏でつながってみんな仲良し小屋しなんです、原子力なんかね。そういうことをしてるわけです。でのほほんとしてるからね、燃やされてね止まらないね、環境省はどう言ってるかってね、震災瓦礫を燃焼させるに現地で堤防用の材料として使ってほしいと言ったらですね、この細野っていうのはね、ヒ素などの汚染物質が含まれている木質をそのまま埋めることは決して認めないって、そのまま埋めたらいけないものを何でも燃やしていいんだと、平気なんですよ、金なんでね、運んだら喜ぶから。で例えばこういうね、みんなで絆で助けましょうっていうのでこういう写真が出る。小学校の校舎があって瓦礫がやってるんです、かわいそうだってことになるんです。九州だって手伝わなくちゃいけないって言ったらね、ここは何かって言ったらね、ここ廃校になった校庭が空いてるもんだから、ここに積み上げてる。でそれを写真に使ってみんなの力で瓦礫処理とか言ってるわけですよ。嘘っぱちない。東北なんかものすごく広いんだからね、九州の人間は想像できないんです。私九州の人間だけど東北に何年も住んでましたけど、岩手に乗ると高速で岩手県に走るとですね、あの九州で高速に乗るとすぐ県が変わっていくでしょ。岩手県はね、いくら走っても岩手県なんですよ本当に。行かしてみれば分かりますけど、もう進めませんけどね、そのぐらい桁が違うんです、広さのね。だからこのここだからね、石巻はね、ここのね濃密に汚染されたのをね持ってきて燃やしてるわけ。誰が喜ぶかって言ったら東電が喜んで、役人が喜ぶ。なんで喜ぶかって、ここも被害が出ますよ当然ね、危険も増えますよ、鼻水流して咳が止まらないでしょ、なかなか長くね、関係してるんですよ。でももしそういう症状が東京だけで出てたら放射能のせいかもしれんということになって、九州でも出たらね放射能のせいじゃないということになる。だからやってる。じゃあどういうことかってね、ここ熊本の線量なんですけど、ここ雨降ってますね。で瓦礫を燃焼する前はね、そんなにね雨が降ってもね燃焼は上がらなかった。でここで燃やし始めたらね、雨が降るたびにねボンボンって上がる。これホームページで公開されてますから、私のこと嘘と思ってもいいけれども、こうやってね見てください、ここ
この後ここに続くんですよ。雨が降るためにものすごく線量がね、だから今の雨は特に降り始めは放射能がいっぱい含まれてるの確かなのでね、絶対濡れたらいけない。ちっちゃいお子さん特にそうですよ。パラパラって降ってきたら絶対どっかに物陰に隠れてください。降り始め一番やられますからね。そして福岡県の八幡総合庁舎、ちょっと私福岡の地理分かんないんですけど、庁舎ね、見てください。これどん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 上がっていっちゃったんでね、どうしますこれ。これね、どうするかって決まってるんです。ケーキが壊れたことになるね。本当ですよ。このあとね、ケーキが壊れましたってまた元に戻すわけですよ。で雨が降るたびにどんどん、これが今日の雨ね、今日雨降ったでしょ、いっぱいね。見てくださいこれ、ものすごく跳ね上がってるでしょ。だから今日の雨に濡れた人はね、また内部被曝してます。で山口はねもう 0.1 を超えましたもんね。でもねこれはね、瓦礫のせいじゃないって言い張るわけですよ。みんな反対しないとね、これは本当みんなやられますよ。そのぐらいやられてる。でどういう風になるかって言ったらね、安全安全って、放射能安全って言って理科の先生もそう教えているし、私の話してることでムッとすることはあると思うんですけど、こういうことはね、2011年6月27日の熊日新聞で、放射能怖いってね保護者が言うわけですよ。そうすると国が決めたことを大人が信じられないのなら子供が動揺してしまうと。国の言うことを信じられないなら日本国民をやめてもらうしかないって学年主任が言ってるんですからね。鏡ですね、教育者のね。でどれだけ広いか、福島原発はねここなんです、ね、これだけ見るとね全然広いように思えないんですけど、こう福島東京に持ってこようとね、同じ場所。そうすると私は東京に住んでたの分かるんですけど、銀座とね、これお茶の水かな、お茶の水ぐらいと皇居が全部入るんですね。ものすごく広いんです。で博多に、あこれ博多もね私はよく分かるんです。ここはね九大病院前ね、ここはこの辺が確か日赤だったと思うんです。でここは博多ね、でここが何かな、ここが天神、分かります、大体大きさ。あれがねすっぽり入ったのがねこの広さですよ。わざわざ九州に持ってくる必要はないんです。東北なんか土地がいっぱい残ってるんだからね、人口密集地に。なんで持ってくるかって、もうお金ですよ、北橋市長はね。あと新日鉄がね絡んでるからね、新日鉄の利権ですよねこれね。でこのような状態で情報を隠し続ければ数十年後には日本人という国民が本当にわずかになってしまうって言って、チェルノブイリの専門家のバンダジェフスキーが発言したんですけど、どうしてかというとね、ソビエトはねなんだかんだ言ってね、みんな1週間後には避難させたし、廃村にして高いところは全部やって、食べて応援、燃やして応援なんてバカなことしないんですよ。それでも1990年から見てください、これウクライナね、ベラルーシ、ロシア、バルト三国全部ね人口が急減してるんですよ。でこれは一応ね、物の本によるとソビエトが崩壊したせいだということになってるんですけど、全部減ってんだからね、減少してるんですよ人口が。明らかにウクライナなんかどんどん増えてる、日本なんか今ほとんど増えてないところで、こういうことがあったらどうなります。本当にね日本人語を喋る人がねほとんどいなくなりますよ、このままいたらね。で除染、さっき見せましたね、セシウムバーンと爆発したのね。だから屋根材やコンクリートの容易に結合しているんですよ。だからソビエトも諦めたんです。アメリカも除染はしてないんです、核実験の後ね。日本だけがね、そうは言っても国土が狭いからできるできるって除染で復興って言ってるんです。嘘なんです。なんで嘘かね、反応性が強いのもあるけれども、チェルノブイリ強制移住区域148万ベクレルパ平米ね、約 5.2 マイクロシーベルトの汚染が、じゃあ食塩でね、さっき言ったようにアルカリ金属だからどのくらいかって言ったらね、塩のこの食卓塩の塩一粒を取ってね、大体ここにお湯、夜間に溶かして、水に溶かしてここでこうシャワーで撒いて、じゃあ取ってくださいって言われてるのと一緒なんですよ。無理でしょ、ここの中に塩ピンとやって、塩一粒どっかに置いてあるって言っても無理なのか。それが水に溶けてねあったらね、まあ、無理なんですよ。で最初はねこうやってね、2011年11月はこうやってもう撒き散らして、胃腺がどうのこうのって言ってね、高圧洗浄機で取れるって言ったけど、さっき見せたようにもう何度もしつこいけども、セシウムがっちりくっついてるからね、このぐらいじゃ取れなくて、むしろちょっとだけって拡散させるだけなんですよね。意味がない意味がないって言ったらね、今度はね楢葉町原発から20キロ圏内の
2012年10月どうしたかって、これはまだねやってるような感じですよね。今ねこうウエスで拭いてるんで一生懸命除染って称して、まあこれ除染でやるんですけどね、原発なんかこれで取れるなら雨で流れますよね、雑巾で拭いて取れるはずがないんで。でもやったふりしないとね、誰も納得しないからねやってるわけで、玄海ね、玄海のことはちょっと出てましたけど、玄海原発はねもう少し大きく見てください。これ衛星写真で 1,2,3,4 なんです。だからね、もしここで事故が起きたらここはほったらかして逃げるしかないでしょね、半島の先っちょなんだから、どこもここも行けないですよ。じゃあ福島第一はどうだったかって言ったらね、こう海岸線にあってどっからでも行けるわけ、これはね事故がここで起きてもここは行けるでしょ、どっからかね。玄海見てください、これもうここでやったらここ終わりだから、これで複数号機を動かしたらね、もう死に、そのロシアンルーレット毎日やってるようなもんですよ、ね、だからこういう、もう少し大きく見てほしいね、単体がどうかじゃなくて全体で見てどうかね、ありえないね、ここね。でもし玄海で事故が来たらね、ここ博多この辺だからね、もう住めないんです、ここアウトなんです、ね、九州全域、熊本私ここです、もちろん住めませんよね、もちろん朝鮮半島も住めなくなるでしょ、人が。そういうことですよ、福島。起きないって言ったら起きるんだからね、ね、事故が起きたら終わりと。じゃあどうすればいいのか、雨には濡れないでください、何度も言いますけどね、特にちっちゃいお子さんね。で雨に濡れないっていうことはね、どういうことかって言ったら、プールね、屋外プール、あれ雨溜めてますからね、結局ね、屋外プールももしかしたらね、今年私の娘はあんまり屋外プール行かせなかったんだけども、プールの後にね子供がぐったりしていつも寝てたらね、それは被爆の関係があると思います、私ね。それは人によります、元気な子もいるけどぐったりする子もいます、それはいろいろです。であとキノコね、食品からの被爆を避けてください、キノコ、ベリー類はダメです。あとね、こうもうさっき言ったように、もう全国中に来て、しかも日本政府がやってること、被害を拡散する方向だからね、これ黙っていたらいけないんですよ、ね、北九州だってね、抗議の声を上げないといけないんですよ。博多なんか特に人口多いしね、パワーもある都市なんですから、ここだって上がってるんですよ、雨が降ったらね、線量がね、自分で見てみましょう。再稼働なんかね持ってのほかない。あとね、もうそうは言ってもみんな言ってるからって言ったらね、もう諦めたらね、それはもう奴隷根性と一緒でね、もうなすがままなんです。絶対にね、諦めてはいけないんです。で味方を増やすね。ただね、例えば誰かのリーダーの元について反対ってみんなでやってたらダメなんです。自分の頭で考えてやってくださいね、何がいいか悪いかとかもね。そう、なぜかって言ったら、リーダーについてやってた、例えば山本太郎でしましょう、山本太郎が反対って言ってみんなで反対って言ったら、ね、山本太郎をどっかにポーンって飛ばしてしまえばね、みんな右往の衆になっちゃうでしょ。それはダメなんです。山本太郎がいてもいなくても同じことできるように一人一人が考えればいいんです。それが反対運動ですね。だからこうやってあっちとかいっぱい集まるわけです。でもちょっと今シリスボリミがよくわからないけどね。でもね、再稼働してもし何かあったらね、事故があっても終わりだし、放射能をあれだけどん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 増やすしかないんだからね、そんなことしたらもう日本は終わるんですよ。で私の情報発信ですね、ブログ今600万アクセスぐらいですね。で政府とね NHK マスコミの報道は一番当てにならなくて嘘ばっかり言うんですけど、時々ね第一報がポーンととんでもない報道が出ることがあるんですよ。例えばメルトダウンしてるっていうのは最初の一番最初に出ましたもんね。そうするとそんなバカなことはないって言ってね、取り消すんですよ。で半年か1年ぐらい経ってほとぼりが冷めた頃に出る。だから原子力は第一報でとんでもないことが出たと思ったら、それは本当だと思っとかないといけないんですね。その後で否定されて、ああよかったっていうのはね、それはまんまとね相手の術中にはまってるわけですね。だから今後いろんなことが起こるでしょ。例えばフランスでね、放射能漏れが起きたって言ったけど実はなかったって言ったらね、それは起きたと思っとけばいいんですよ。そういうことなんです。原子力が全部嘘つく。で本物の情報は矛盾がないんです。だから例えば放射能はね怖くないっていうことを一生懸命勉強するとね、話が合わなくなるんです。で頭がこんがらがってくるんですよ。わけが分からなくなるんです。だけど危険だとかね、いろんなことをやると全部つながって、私の話もねちょっと早口でペラペラって言ってるんでよくわからないかもしれないけど、ある程度ね腑に落ちた人は腑に落ちてくれるんですよね。あと DVD 後ろで販売してますけど、あとですね、これ宣伝で申し訳ないんですけど、21日に本を出すことになる。で
最初ですね、大手出版の方から話が6月ぐらいにあって、じゃあお願いしますということで、これは慈悲じゃないんですけどね、で8000部ぐらいでいきましょうっていう話をしてたらですね、私原稿渡してもう書き換えられてるんで、めちゃくちゃね、危ないところが、これはもう、そしてもしそれが出版されると、私がここで話すとき、今私全然原稿見ずにペラペラ喋ってますけど、そういう本があるとその本見ながら話さないといけない、嘘にならないよね。それ嫌だったので、もう自分で書きました、これ。で、これはね、七等社っていうんで、出版社から作ったんですよ、私ね。出版社作って、出版社のコードを取って、このジャンコードもね、私が取ったんですよ。でも取ったって言ってもね、まあ3万ぐらいなんですよね。だから出版社を設立して、振り返り講座を作って、全部自分でやって、自分のブログの右上の方に、申し込みの場所がありますんでね。今話したような話をちょっと書いてます。だまとめますと、福島の原発は止められないんです。放射能汚染も継続するんです、ね、汚染された瓦礫、放射能を含んだ商品に何ら規制がかけられないどころかですね、食べて応援、燃やして応援でね、全員が内部被曝させられてますからね。私も気をつけてるつもりだけど、もう致し方ないけど内部被曝してます。だから恐れじゃないんですね、これね。熊本どころ、まあ、熊本って書いてます、これ福岡、九州どころかね、日本どころかね、世界中ですよ。ヨーロッパも行ってんだからね。あとオーストラリア、ニュージーランドだって高いって言う、北風が吹くと高くなるって言ってるんですから、もう全世界なんです。で、日田先生に言わせると、海洋汚染ひどかったですね、あの賠償で日本に300兆円賠償請求しようかっていう話が出てるっていう話ですね。本当か嘘か知らない。瓦礫には明確に、で子供のためにね、できるだけやってくださいね。ただね、逃げればいいっていうもんじゃないんです。どこに逃げてもね、これ必ず来るんです。だから誰かがね、反転攻勢してね、戦わないといけないんです。じゃあ、九州でね、北九州で燃やして、今私博多に住んで避難民ですけど、どこに逃げたらいいですかっていう質問が時計来るんですけど、どこに逃げてもダメなんです。そこでね、頑張ってね、反対しないといけないんですよ。最後までどこまでも寄ってきますよ、これはね。はい、どうもご清聴ありがとうございました。